父さん、今どこにいるの？どうしてこんな時に来てくれないの？俺と一緒に来るか？化け物。こいつは今から俺の弟子だ。俺はあんたの弟子じゃねえ。よし、聞いた。しっかり鍛えてやるから覚悟しとけ。もしあんたといて本当に強くなるんなら、俺あんたの弟子になってやってもいいぜ。キュータ、お前いくつになった？私、楓。他の世界を知りたい。待て、行くな。キュータは自分じゃ一人前のつもりでいるが、今はまだ誰かの助けが必要なんだ。あんな奴でも今までキュータの親代わりのつもりだったんだよ。俺は一体何なんだ？人間かな？それとも化け物かな？忘れないで、私たちいつだってたった一人で戦ってるわけじゃないんだよ。